へようこそ。みんな秋になって体調崩したり気分的に落ち込んでしまうこととかあるんやない？先生でよかったら相談乗るで。はい、というわけで今回は保健室の天使ことネバセイココロが Twitter で募集したみんなの悩みや困ってることに優しくアドバイスしていきます。眠れません。この悩みは多いみたいだね。アロマを焚いてリラックスするとか、あとは適度に運動するとか。手羽なのはジョギングとかかな。私もたまに眠れなかったりするから、その時は頭の中で物語を作ってます。物語を作ってる途中でなんかいつの間にか寝てたりするから、みんなもやってみて。おすすめ。やりたいことが多すぎてどれも中途半端にしてしまいます。そっか。でもそれはまだ何もかも忘れて夢中になることに出会ってないってことなのかもね。今はやりたいことを中途半端でもいいから全部やってみて、その中から夢中になれるものを探す時期なのかも。頑張ってください。野菜不足に悩んでいます。忙しいと外食が増えるし野菜不足なりますよね。私はオフィスで小腹が空いた時の感触として簡単に野菜が補えるジオナっていうのを食べるようにしています。紫芋と米麹が入ってるからお腹にもたまるし健康になれるしでおすすめです。僕はスーパーに買い物へ行くと楽なので必ずショッピングカートを使います。その度にカートの待機所の一番奥にあるカートは誰にも使われることがないのだなぁと、なんだか寂しい気持ちになります。なぜ寂しいのでしょうか？それはね、君が優しい心を持ってる証拠です。そう思ってくれる人がいるだけで、その一番奥のカートさんはきっと喜んでいると思いますよ。あ、僕に気づいてくれている人がいるんだって。だからその気持ちを大事にしてこれからも生活してください。最近心さんのネバーが映ってしまい、つい語尾がネバーになってしまいます。私は一体どうすればいいで。ネバー、素敵な個性を手に入れましたね。どんどん使って、その語尾何って言われたらこの私を紹介してあげてください。これでもしみんながネバーを使い始めたらどうしたらいいんだろうって思うことが絶対なくなると思うから、ぜひ私を広めていってください。ネバー使ってってね。あ、でもこの語尾のネバーのアーに濁点入れるのはやめてください。ネバーって綺麗に発音してくださいね。あとね、一番多かった悩みなんだけど、目が疲れてるんですけどどうすればいいですかとか、目薬買おうかどうか迷ってますとか、目薬何買えばいいですかとか、八百長的な悩みがたくさん寄せられたんですよ。そんな悩みを送ってくれたあなたに先生から一言だけ伝える言葉があります。現代人の疲れ目に V ロードプレミアム。以上。チャイム鳴ったで。ほら、残りの授業も頑張ってな。また相談したいことあったらいつでもおいでな。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言いすぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。